初回ね、攻撃終わった後にベンチに戻って、クイックのね、スピードも確認してあったんですよね。そうなると、大体計算して、あの普通のスタートからセカンドに間に合うかなとかね、そういう中で、計算があった中でね、一気に走れましたよね。僕は盗塁。